コントラクトブリッジは切り札のあるトリックテイキングゲームの一つである。ただ単にブリッジと略すことも多い。ブリッジと名の付くカードゲームには他にセブンブリッジがあるが、コントラクトブリッジとは全く異なるゲームである。このゲーム中では切り札のことをトランプと呼び、またゲーム中の情報伝達に規則があるゲームなので注意すること。プレイ人数は4人。 向かい合った者同士がペアを組み、自らの手札を元に二人で取れるトリック数の合計を累推し、ビットにより攻撃側ペア、守備側ペアを決める。攻撃側で主とならない側のプレイヤーは、最初のリードの後、手札を晒す。これをダミーと呼び、そのカードは主となる側が指定して出すことになる。13回のトリックのうち、攻撃側が宣言した、 以上のトリックを取れれば勝利となり宣言しただけの点数を獲得し宣言した以上の分についてはボーナスとして点数を獲得する競技では配られたカードの差による有利不利を減らすためデュプリケートブリッジとしてカードの内容をあらかじめ決めておき競技者の間でそれらカードをプレイした結果の差で勝ち負けを決めるトリックテイキングゲームの歴史は トランプ時代と同じくらい古いが、18世紀後半から19世紀には、イギリスのホイストがヨーロッパ中で流行するようになった。しかしそれまで流行していたオンブルやカドリーエのようなビットシステムがホイストには欠けていたため、ホイストにビットシステムを追加する試みがいくつか行われ、その中からブリッジも生まれた。ブリッジの直接の祖先にあたるのは、 ジョン・コリンソンが1886年に観光した冊子の中に載っているビリッジというゲームである。コリンソンによると、このゲームはコンスタンチノープルのロシア人によって当時遊ばれていたものだという。ビリッジはダミーホイストの一種で、ディーラーかまたはそのパートナーが切り札を決めるか、または切り札なしを宣言する。ディーラーの相手側はダブルをかけられる。 というもので、まだセリのシステムはなかった。このゲーム後に、ブリッジホイスとさらに略して、ブリッジと呼ばれるようになった。ブリッジという言葉は、このビリッジが変化したものと考えられている。1904年前後に、切り札をプレイヤーが決めるために、セリを用いるオークションブリッジが考案された。コントラクトブリッジとオークションブリッジとの、主な違いは特典の計算方法にある。 特にオークションブリッジでは取れたトリック数がそのまま得点になったのに対してコントラクトブリッジでは宣言したトリック数によって得点が得られるように変更された。この変更は第一次世界大戦中にフランスで考案されプラホンという名前で流行した。さらにアメリカのハロルド・スターリング・バンダービルトラによって1925年に スコア表とバルナラビリティに関する改良が加えられ、1930年代以降は、コントラクトブリッジが、オークションブリッジや、プラフォーンを圧倒した。現在、コントラクトブリッジは、オークションブリッジを含めた他のブリッジに完全にとって変わっており、特に米英では、単に、ブリッジといえば、コントラクトブリッジのことを指すようになっている。ただし、日本では逆に、 ブリッジといった場合、セブンブリッジを指すこともあるため、注意が必要である。日本語では、コントラクトブリッジと、コントラクトブリッジの2種類の表記があるが、管轄団体である、日本コントラクトブリッジ連盟では、コントラクトブリッジとしているため、本項目でも、この表記に従う。日本においてはあまり馴染みのない競技だが、戦前から、欧米人と関わりを持つものを中心として、 行われていた。1953年には日本コントラクトブリッジ連盟が結成されている。現在では日本電気や日産自動車などが協賛する競技会が定期的に開催されている。1995年にブリッジはマインドスポーツの一種目として国際オリンピック委員会の承認競技リストに乗ることになった。2018年のアジア大会では 初めて正式種目に採用された。しかし、助成金をめぐって、ブリッジがスポーツに当たるかを争った2015年のイギリスの裁判所の判決では、ブリッジをスポーツとは認めない判決が下っている。知り合い同士でブリッジを遊ぶ際には、ラバーブリッジがよく用いられる。ラバー一つとは2ゲームを選手することであり、1ゲームとはコントラクトによる勝利のみで、 合計100点以上を獲得することである。スコアシートには横線を引いて、ゲームのために加算するポイントと、ボーナスとなるポイントを区別する。線の下側に書くポイントだけがゲームを左右する。勝敗は1ラバーが終わった時の点数総計で、争うので、ごく稀ではあるがラバーを勝ち取っても、勝負としては負ける、可能性もある。プレイヤーは4人。一般には、 正方形のテーブルを使用し、その4ペンに座る。便宜上4人のプレイヤーを、それぞれ N、S、E、W と呼ぶ。向かい合った2人が、味方同士となる。この2人をペアと言い、2つのペアを区別するときは、サイドと呼ぶ。ゲームには、通常のトランプ52枚を使う。ディーラーを1人決め、ディーラーは各プレイヤーに13枚ずつカードを配る。ディーラーは、 ゲームごとに、左隣のものへと移っていく。ルール上最初の手札が13枚と多いため、持ちやすいよう、メジャーなブランドのカードなどには、細身のブリッジサイズバージョンがある。ビットとは、セリの宣言のことである。セリはディーラーから始め、時計回りに続け、最後に誰かがコールをしてから、他の3名が連続してパスするまで続く。コールには、ビット、パス。 ダブルおよびリダブルがあり、自分の順番では以下のいずれかを行うことになる。新しくビットをする。パスする。最後のビットが相手サイドの場合にダブルをコールする。相手サイドにダブルがコールされている場合にリダブルをコールする。もしビットされることなく4人がパスした場合は、このゲームは互いに0点となり、次のディーラーが新しいゲームを始める。ビットは、 オットトリックの数字とデノミネーションを合わせて行う。オットトリックとは、勝利するために必要な最低限の6トリックを、除いたトリック数のことで、1から7の数字で指定する。デノミネーションは、切り札となる、特定の数とか、ノートランプで特定する。新しくビットを行う場合、直前までのビットより、オットトリックの数字もしくはデノミネーションのランクが、 上回るビットをする必要がある。数とは下から順にの順位を持っており、ノートランプはの上に位置する。ダブル、リダブルの後でビットが行われた場合にはそのダブル、リダブルは無効となる。あるコールに対して他の3人がパスしたら最後のビットをコントラクトと呼び、これが最終的に有効なものとみなされる。コントラクトを成立させたペアのうち最初に コントラクトのデノミネーションを宣言したプレイヤーをディクレアラーと呼ぶ。ディクレアラーのパートナーはダミーと呼ばれる。残りの二人をディフェンダーと呼ぶ。最後のビットをした者がディクレアラーになるわけではないことに注意。例えば N が1を、ビット S が2を、ビット W が2を、ビット S が4を、ビット他の3人がパスと進行した場合、ディクレアラーは S ではなく、最初2をビットした N になる。 最初のリードは、リクレアラーの左側のプレイヤーから行う。プレイは時計回りに進行する。最初のカードがリードされたら、その時点でダミーのカードを机にさらす。そして、これらのカードはこれ以降、リクレアラーの判断でプレイする。つまり、リクレアラーがダミーにどのカードを出すか指示するのである。 これ以外のプレイの主要な点については他のマストフォロールールを用いたトリックテイキングゲームと同じで前回のトリックを取った者が次のリードを行う。もちろんリクレアラーがダミーの手でトリックを取った場合はダミーの側から次のリードをリクレアラーが自分の手でトリックを取った場合は自分の側から次のリードを行う。切り札はビッティングの際にデノミネーションとして宣言されたスートである。 NT でコントラクトした場合は、切り札なしで行う。リクレアラーがコントラクトを達成した場合、各、ス数とごとに決められた、基本点コントラクトのオットトリック分の点数が、線の元に書かれる。コントラクトより、多くのトリックを取った場合は、ダブル、リダブルの場合を除いて、上回った分について、同様に点数を計算するが、これは、線の上に記入される。 線の元に書かれる点数は、ダブルされたコントラクトの場合は、上記の2倍、リダブルの場合は、ダブルのさらに2倍となる。切り札をクラブ、またはダイヤにした場合は、基本点は20点であり、ハート、またはスペードの場合は30点である。NT の場合も30点だが、最後に10点を加えて、線の元に記入する。線の元に書かれた点数が、 今までに線の元に書かれた文と今取った文を合わせ100点以上になった場合、そのチームはゲームを達成したということになり、そこまでのスコアは両チームとも全て線の上側に書かれたものとして扱う。ゲームを一度勝ったチームをバルネラブル、バルナラブル略してバル獲得とされる。どちらかのチームがラバーを獲得した時点で、そのラバーは終了する。ラバーを獲得したチームには、 以下のようなラバーボーナスが与えられる。そして、双方の合計点を数え、この合計点の工程で勝利チームを決める。ラバーボーナスは大きいため、普通はラバーを獲得したチームの方が勝利する。しかし、リダブルで大きなオーバートリックを獲得したチームがある場合など、ラバーを獲得できなかった側が勝利する可能性もルールとしては残されている。 コントラクトを6でビット42トリック取って、それを達成することをスモールスラムと呼ぶ。そして、ノンバルなら500点を、バルなら750点を1000の上側に記入する。コントラクトを7でビット43トリック取って、それを達成することをグランドスラムと呼ぶ。ノンバルなら1000点を、バルなら1500点を1000の上側に記入する。 グランドスラムはテニスなどスポーツで主要な大会を制覇する意味でも使われるようになっている。アナーボーナスはコントラクトの達成以下に関わらず下記の条件を満たす場合に線の上側に記入する。ラバーブリッジには適用されるが、デュプリケートには適用されない。宣言した側が宣言しただけのトリックを取れなかった場合、相手チームが線の上側に点数を獲得する。 宣言した側が、ノンバルの時は、下回った分1トリックにつき50点が、バルの時は、下回った分1トリックにつき100点がその点数となる。宣言に、ダブルがかけられていた場合、コントラクトを達成すると、線の下側に記入される点数は2倍になる。さらに、ボーナス50点を、線の上側に記入する。オーバートリックは1トリックにつき、達成した側が、 ノンバルなら100点を、バルなら200点を加算する。リダブルしていた場合は、以上の点数はすべてダブルの時の2倍になる。スラムボーナス、ラバーボーナスは、ダブル、リダブルの有無に関わらず同一の点数である。ダブルがかけられたコントラクトを達成できなかった場合、ペナルティは以下の通りとなる。コントラクトした側が、リダブルをかけていた場合、これらの点数は、 ダブルの時の2倍となる。もし、古いブリッジの本を見る機会がある場合、スコアのルールについて違いに気がつくかもしれない。ノンバルの側がダブルをかけられてダウンした場合、前は最初の1トリックが100点、その後が各200点というだけのペナルティだったが、これだとグランドスラムを狙ってコントラクトする側に、関しての対抗条件としては弱いので変更された。バルで、 グランドスラムをかけると点数は1500点、500点、210点を確保するので、この点数は合計2210点となるのだが、ノンバルの側がダブルをかけられて11ダウンするとペナルティは2100点となるわけで、これは考慮できる犠牲であったわけだ。また、リダブルをかけられた際にもらえるボーナスも古いルールでは50点のままだった。 これは100点に変更されているが、このためマイナースートで5以上のコントラクトをし、リダブルして、オーバートリックを取ることが、ダブルされずにスモールスラムを取るよりも、価値のあることになった。この変更はまず、デュプリケートブリッジにおいて行われ、ラバーブリッジでも1993年に変更された。他のカードゲームと同様、ブリッジの点数は、手札の良し悪しに依存する。 このことを回避し、ブリッジを運のゲームから技のゲームとするため、ブリッジクラブや大会でのスコアはそれ自身では評価せず、同じ手を用いて他のプレイヤーが戦った時と比べて評価される。これには大きく分けて2つのシステムがある。ペア戦とチーム戦である。ペア戦では何回か戦った後に全員のスコアが比較される。 各ペアは自分たちより低い点数だったペアの数2点を、自分たちと同じ点数だったペアの数1点を、各ゲームについている。そして全ゲームの総和で順位を決める。多くの場合点数はパーセントで表す。100%ならある手でそのペアが他全員より良い、得点だったということで、50%なら平均的だったということである。アメリカや日本では、勝った時は1点。 同じ点なら1、2点として同様の計算をする。チーム戦では各ペアは2ペアで構成される。チームの一員となる。各ディールは2度ずつ実行される。2度目は同じチームの敵が使っていた手を用いてプレイする。もちろん、チーム内では使った手の内容について、すべてのディールが終わるまで語り合ってはいけない。各ディールが2度ずつ行われたら、各ディールについて、 スコアを比較する。そして、全スコアは各プレイを比較することで行う。例えば、あるペアがプラス1000点獲得し、同じ手で、同チームが失点をマイナス980点に抑えた場合、そのチームのスコアはそのディールについてプラス20点となる。通常、この数字は大きい点数の場合は圧縮される。差もなければ、一度でもスラム勝ちすれば、 他のゲームが意味のないものになってしまうからだ。ボードアーマッチの場合は、勝ち負けのみで比較される。IMP の場合は、点数の差は0から24の点数に圧縮される。デュプリケートブリッジは、クラブやトーナメントで遊ばれているが、これらはそれぞれ独立して扱われ、ラバーの一部としては見られない。これらの違いは単純化され、スコアリングは上記の通りとなる。 デュプリケートブリッジでは、コントラクトを達成した場合の点数は、ボーナスも含め上記に書かれた通りである。6トリックを超えた分について、クラブ、ダイヤでは1トリックにつき20点、ハート、スペードについては30点、ノートランプの際は30点プラス10点ボーナス。ダブル、リダブルも考慮する。コントラクトによって達成される点が100点以上となる場合は、ゲーム達成とみなし、 バルネラブルでない場合は300点を、バルネラブルの場合は500点を加えて獲得する。100点を達成できなかった場合も、この点は次の手には持ち越されないが、50点のボーナスは加えられる。その他の点数については同様である。デュプリケートブリッジでは、各ゲームについて、両チームともバルネラブルでない、NS 側だけバルネラブル、E 側だけバルネラブル、両チームが、 バルネラブルという順番で行い、その後はディーラーとバルネラブルの組み合わせを変えるために一人ずつずらして繰り返す。ビッティングボックスを使ったオークション試合ではビッティングボックスがよく使われる。これはビッティングの各内容を書いたビッティングカードをまとめて各人に持たせたもので、これを使うことで声を使うことで起こる禁止された情報交換を防ぐことができる。 例えば、ただ、ダブルというのと、強い調子で、ダブルというようなものに違いを持たせているような、場合である。国際的な試合や、国内のトップ戦の場合は、ビッティングスクリーンが使われる。机上に立てることで、ビットが終了するまで、自分のパートナーを見ることができなくなる。スクリーンの両側には、それぞれ2名がいることになる。すべてのアラートは書かれたもので行われ、 各プレイヤーは自分と自分のパートナー両方のビットをアラートする。これらの問題の多くはオンラインのブリッジで回避される。許可されない情報交換による不正は回避される。しかし、もっとあからさまな不正は可能である。幸運にも上級者のほとんどはこういった不正を察知できる。それに電子的に手札は保存されているので、 苦情は簡単適切に解決することが可能である。オンラインブリッジにはその他、リボークや順番飛ばしなどのルール違反が不可能であるという利点がある。コンピュータによりルールが強制されるからである。パートナー同士は自分の持っている手についてお互いに情報交換することが許されているが、これは下記の二つによって制限される。したがって何を目的として、 情報交換しているかは、情報交換と同時に、相手サイドにもある程度は知られることになる。パートナー同士で、あらかじめ合意した、コールが意味する、様々な取り決めを集めたものを、ビッティングシステムと呼ぶ。ビッティングシステムには、ゴーレン、エイコール、スタンダードアメリカン、プレシジョン、JCBL スタンダードなど、様々なものがあり、ある名称が別のシステムを包含しているものだったり、 同じ名称でも細部の変更がある場合がある。日本では主に使われている JCBL スタンダードにも4枚メジャーと5枚メジャーと呼ばれるバリエーションがあり、微妙に条件が違っている。ビットの際、宣言したトリック数や切り札数と,とは全く違う意味を込める場合があり、これをコンベンションと呼ぶ。多くのコンベンションが開発されているが、有名なのはステーマン。 ジャコビトランスファー、ブラックウッドの各コンベンションである。初心者でも以下の戦法は遊ぶ際に知っておくべきである。大会に出るなら以下のテクニックは知っておくべきである。インターネット上にブリッジを遊ぶためのサーバーがある。フリーなものもあるが登録が必要なものもある。オークブリッジはインターネット上のブリッジサービスで最も古いものであるが、 愛好者の間では最もポピュラーである。アブルは自営で登録制のブリッジサービスを始めたが、あまり成功していない。フリーのサーバーは不正を監視していないし、プレイに関しては低品質であることが多い。オンラインブリッジにはいくつかの利点がある。もちろん、オンラインプレイには欠点もある。米では一般的なカードゲームであるため、ブリッジをプレイするという場合、 普通はコントラクトブリッジのことである。小説や映画などにも頻繁に登場するが、ルールの説明が本編にないことがほとんどであり、ミステリー小説などでトリックとして使われると、一般的でない国の人間にはアンフェアとされることもある。ありがとうございます。